春やね。春でした。マサラディエンというの元の塾にしておくれ。元の塾にするならば庭の枯れ木を見てごらん。枯れ木に花が咲いたなら塾にするのも安けれど、早くお知らせくださいね。年も若くあるうちに思い残すな明日の花。一銭二銭のはがきさえ千里万里と旅をする、同じ小座しに住みながら会えぬ我が身の切なさよ。虫さんと呼んだとて、虫さんには立派な方がある。いくら虫さんと呼んだとて一生忘れぬ片思い。奥山住まいのご椅子は梅の小枝で昼寝して、春が来るような夢を